古橋亮吾さん、スペイン一部のベティスに移籍の可能性。得点力不足に悩むスペイン一部レアルベティスが、セルティック所属の古橋亮吾の獲得に動く可能性があるとスペインメディアが報じた。ベティスは現在14試合で18得点と得点力に課題を抱えている。そのため来年1月にオープンする冬の移籍市場ではストライカーの獲得に乗り出すとみられ、その補強候補の一人となるのが古橋だという。セルティックで王様取得法が良い。イニエスタのつてとかあるの。一度は上位リーグに挑みたいんじゃないの。リーガってワンタッチゴール多いイメージだし意外と合うんじゃね。スペインはまず人種差別で無理だし古橋は認めてもらう前に干される。スペインは欧州の高知県みたいな民度だからやめとけ。得点力不足のクラブに行ってもいきないだろ。中村といい古橋といいなんだかんだすっとこからでもスペイン行けるんだな。合いそうなチームなの？古橋が機能する条件厳しそう。古橋みたいなタイプはチームの戦術にはまればすごいけどはまらないと全く機能しなさそう。こう求められるスペインは避けた方が無難。ベティスとかリーガで一番排他的な地域クラブなんだけど、